いやなんかねちょっとカルト的なものを感じるのと、でもなんか石丸さんの動画も私なんか本当にたくさん見たんですよ、うん、その後、まあ、選挙期間中も見てましたけど、終わった後にもう一回たくさん見てもちょっとねノイローゼになるぐらいに見たんですけど、やっぱりなんだろうな、石丸さんって、なんだろう、演説の仕方がそんなうまいわけでもないんですよ。そうですね、中身もないんですよ、うん、ただ、うん、なんか聞いてて楽なんでしょうね。楽、あ、うん、例えば最終、理解できる。そうそう、最終日の東京駅前のやつとかも、うん、こう彼って演説の仕方のスタイルがあって、片手ポケットに手突っ込んでなんかこんな喋るんですよ。なんか舐めてんのかってこっちは思うんですけど、やっぱそっちの方がなんか抜け感があっていいみたいな。そう、それでそのなんていうか、丸ビルのなんか36階かなんかでチキンステーキをね、上司に、はいはいはい、で食べ方が綺麗だって言われて、なんかそこから上り詰めてったみたいなね、そんな話して、なんか世界一どうでもいい情報聞いちゃったなって私は思ったんですけどでも確かにもう仕事がすごい疲れて、もう満員電車の中で帰ってきてる人が片手で TikTok を見た時に、蓮舫さんの魂の15分間の演説を聞くよりも石丸チキンステーキの話を聞いた方が楽なのかなみたいな。楽か。それで一回見るとどん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 アルゴリズムの関係で動画が出てくる、毎日見てるとなんか親しみを持ってしまうっていうような、そういう状態だったっていうのと、あとはまあ、とにかく僕を撮ってくださいと、で、TikTok 流してくださいって言って、みんなを一人一人を拡散させたっていうので、うん、彼のその政策がいいとかじゃなくて、ただの風を吹かせたってだけだろうなって思ってたので、だからまあすぐにメッキ剥がれるなと思ったら、やっぱすぐにあの変なこと言ったりとか、で、私は本当に皆さんに問いたいんですけど、もし石丸真嗣が女だったらどう思いますかということを言いたいんですよね。ここで、そう、なるほど。私がね、例えばあのインタビュアーに、はい、手応えはどうでしたかって言われて、みんな同じこと聞くんですよね、紙に書いて貼っといてくださいなんて言ったら、うん、終了ですよ、人生人生終了になるのに、もう二度と呼ばないとあいつはってなると思うんですよ。石丸さんだからなんかいいなみたいな感じになったのかもしれない。蓮舫さんがあんなにきついとか言われるのに、二階さんがバカ野郎とか言った会見は何も言われないとか、うん、あ、本当ね、それがすごいね、それを感じましたね。みそじぎと、そして男性特権を見せつけられたなっていう、うん、はい、あ、石丸さんが勝ったこと自体、やっぱりみそじぎってものの、みそじぎの幸が、はい、やっぱり小池百合子さんにも蓮舫さんにも入れたくない、女には入れたくないというところに、そっか、一定層いたらってんだ、はい、でも私はでもそれでいろいろ反発があるじゃないですか。それっていうのは変化するときに必要なプロセスなのかなっていう気もちょっとしてて、それなんでかっていうと、まあ、今回カマラ・ハリス氏が出てきて、ヒラリー・クリントンがニューヨーク・タイムズに寄稿してるんですよね。でこれそれをその、まあ、機械翻訳ですけれども、それちょっと訳してるんですけれども、これカマラ・ハリスが勝利して歴史を作る方法っていうのがあって、はい、この前、望月さん、アメリカもね、その8年前にカマラ・ハリスが、ヒラリー・クリントンがガラスの天井を破れなかったってなって、でもそれによってどんどん変わってきてるんじゃないかっていうふうに望月さん聞かれて、いや、あんまりそうでもないし、っていうことを僕は言ったんですけれども、そしたら、でも、これがクリントンが言ってることなんですけれども、クリントンはやっぱり8年前っていうのは、自分がね、歴史を作ることについて候補者としてためらうこともあったと。やっぱりすごく魔女ウィッチって言われたり、意地悪ナスティーウォーマンって言われたり、すごい嫌なやつっていう広い言葉を浴びせられてきたと。だからこれ蓮舫氏に重なるじゃないですか。で人形を焼かれたことさえあったと。で候補者として自分が大統領になれば歴史を作ることについて話すのをためらうこともあったと彼女は言ってるんですよね。それは有権者がそれを受け入れる準備ができているかどうか確信が持てなかったと。で自分はそのシーリング、だから障壁を打ち破るために立候補したんじゃなくて、自分が大統領に適任だと思って立候補したんだと実際そう言ってたんですよ。で言ってたね、でもあの最も高くて硬いガラスの天井を破れなかったことは今でも辛いけれども、私が行った2回の大統領選挙運動によって女性が候補者のトップに立つことが当たり前のことに思えたことを誇りに思うと、やっぱりだから時間がかかるんだなと。で、ヒラリー・クリントンでさえ、だから今カマラ・ハリスは歴史を作れるって言ってるじゃないですか、演説で。だからここに来るまでにも結構時間がかかったんだなっていうふうには思うんですよね。魔女っていう言われ方もしてたんだね。すごいですよ。ウィッチって言ってましたよ。ひどい。なるほど。アメリカでさえこれだから。アメリカでさえ。日本なんてもう。そう。
まだまだですよね。これがまあ英語なんですけれどもね、あの I have been called a witch, a nasty woman, and much worse。 だから魔女とか嫌な女だとか、もっともっと悪い言葉でも呼ばれたと。蓮舫さんまさにそんな感じです。だから本当に自分たちの脅威を持ってる人に対してはそういうこと言うんでしょうね。そうそう、脅威になったって時点で、だから私も知り合いの監督さんとかが、まあ皆さんの怒りも分かるんだけど、それだけ相手側が脅威になったってことの裏返しだと思えば、ここからなんじゃないですかって言われたりして、まあ本当そう思いますよ。そう思いたいよね。じゃあそうなんだと思いますよ。終わった後に蓮舫さんあんだけ叩くってことは、もう本当に蓮舫さん二度と出てこないようにしたいって思ってるんですよね。だからそれほど脅威だったんだなって。これぜひね、すごくいい演説だったんで。そうですね、即興でやってるんだよね、うん、これ即興でもちろん、はい、本当に良かったです、ね。フェミブリッジのアクションなんて、ね、はい、女たちは黙らないよ、はい、ウィズワールっていうのはですね、緊急でやったあのめっちゃクソ暑かった時のね、暑かった、はい、流す感じですか。はい、流します。はい、もっとだけちょっと流します。はい、こんな可愛げなんてなんで言いなきゃいけないんですか。可愛げを大事に求めるんだったら二階さんとか麻生さんにも言ったらいいじゃないですか。なんで女にばっかり可愛げとかね、笑顔とかそういうことを求めるんだと言いたい。二階さんやね、麻生さんのあの会見見てくださいよ。心の底から腹立ちますよね。なぜあれを許されて、真っ当なことを批判する蓮舫さんが言い方がきついだの、いつも怒ってるだの、批判ばっかりだのね、言われなきゃいけないのか。いつも怒るようなことをしている政治が悪いじゃないですか。裏金金券、そういった政治を行っているところに批判はせず、なぜ正しいことを言っている蓮舫さんは叩かれるのか。やっぱり女だからですよ。石丸さんのあの選挙が終わった後のインタビューの答えの見ましたよね。血圧が上がるかと思うぐらいに腹が立った。あれももし石丸さんが女だったらボロボロに叩かれていると思いますよ。男性だから許される、また同じぐらいの男性たち、また高齢の男性たちが石丸さんを見て、若き頃の自分と重ねて、お前も青いな、頑張れよ、出資する。こんなホモソーシャルありますか。まさに今回はホモソーシャル、そして民族差別をまだまだと見せつけられたような状態になっている。この範囲を一人外線のせいだ、とんでもない、そんなことじゃないんです。もっと日本の私たち、日本社会が成長しなければならない、そういう問題の輪郭を今回の選挙ではっきりと掴むことができた。それは蓮舫さんが勇気を持って立ち上がってくれたからなんです。私たちは蓮舫さんにお礼を言わなきゃいけない。そしてお礼を言うのと同時に、絶対に蓮舫さんを守らなければならないというふうに私たちは思うんです。蓮舫、面白いですよ。なんかね、笑わせながら熱くさせるんで、いやー、うまいなと思いました。いや、ありがとうございます。ここにね、何人ものベテランの、あの先輩たちも集って、それぞれのお話すごく心に染みって面白かったんですけど、やっぱ一番笑いながら行かれるって、これはまあ才能だなと思いますね。いや、で、石山さんで司会の運びもうまいけれど、やっぱり一人でこう話する時も、いや、やっぱりこう才能とですね、やっぱエネルギーを感じましたね。二進月歩でやんでます。いやいや、でもね、そのおじさんたちが、うん、あの若き頃の俺に似てるって出資する。そう、あれマジ一番ムカつくんですけど。あれそういうことなのかね。そういうことなのか。どんな生意気でも、生意気な自分のね、若き頃に重ねると、これが女性だったら生意気の女、こらみたいな感じですけど、なるのに。そうなんですよ。私もね、望月さんめっちゃやられるじゃないですか、ね、嫌われるじゃないですか、うんうん、でも多分私たちが男性だったら、うん、もうめっちゃですよ、うん、真逆だったと思いますよ。心気あるやつ出てきて、でも石丸氏の、ね、動画って見ると、結局ものすごい弱い人に対する攻撃じゃないですか、はい、高齢の人とか、 それをなぜみんなが私は喝采するのかちょっとよくわからないんですよね。あれが抵抗運動だと思われてるんだと思うんですよ。私はあの抵抗運動っていうのは権力に対してやるもんだって私はもちろん思ってますし、うん、そう、今もそうですけども、うん、でもあのひろゆきさんとかああいう人たちがなぜ受けるのかといったら、うん、あの抵抗してるって見えるんですよね。だから石丸さんが権力者に一言も言わない、
あの力を持ってる人間一つも何もしないのに、うん、自分より下の人たちをなんか やったりとかすることは、ね、なんかこう既存なものに抵抗してるって映るらしいんですよね。いやだけどじゃあひろゆき氏も成田氏も、うん、じゃあ菅、ね、元首相とか、うん、安倍首相とかには全く抵抗しないじゃないですか。自民党権力には全く抵抗しないじゃないですか。でも野党とか市民運動に対してはものすごい攻撃ですよね、うんはい、で石丸氏も首長として議員っていう自分より力が弱い人たちに対して、うん、やってましたよ ね攻撃してるだけですよね。だから難しい小難しい政治の話で何々政治金権政治腐敗政治をやめようとかいうより居眠り議員を吊るし上げる方がずっと見ていて分かりやすいみたいな、うん、多分そういう感覚なんだろうなって私は思っていて、うん、でもそもそも反対したりすること自体が悪いことだって思わされてるので、私たちってなんか悪い人だと思われてるんですよ。だから辺野古の座り込みも迷惑行為をしてる人たちに対してアンチテーゼで、ね、あのひろゆきさんやったんだっていうふうに思われていると。でネットずっと見てるとそうなっちゃうんですよね。私もそうですけど、やっぱり私の時代ぐらいからやっぱなんか人と違うことはダメだみたいな、そういう風潮がすごいあったんですよ。